Hello, it's me and I welcome back to my channel. さあ、今回は英語絵本の読み聞かせについて、えー、お届けしていこうと思います。えー、っと、4歳とか5歳でフォニックスを,を学んで、えー、多読の土台を築きたいと思われている方多いと思うんですけど、やはりですね、あの、いろんな方と えー、させてていいただいて携わっていくとあのどうしても英語の土台がある子と、えーまあ、ゼロスタートの子と、えー、英語の土台音の土台がある子っていうのはちょっと差がついてしまうそして、えーまあ、いくつか差がつくところはあるんですけど、えー、英語の音があのたくさん触れているかどうかっていう差が一つ。 とあとは絵本、まあ、ひらがなの,あの日本語の本でももちろん OK です絵本っていうものが好きかどうかっていう土台ですねこれも差がすごくつくと思いますもちろんあのこういう、えー、活動を私もしていますので多くの子が絵本が大好きとか絵本が好き、えー、好んでいる子 に合う確率がももちろんん高いんですけれどもその中でもやっぱりこう温度差っていうのはやっぱりあるのであの絵本を、えー、毎晩、えー、小さい頃からもうロ歳の時からね読み聞かせを毎晩してるんですっていうお母さんは結構多いですね。であの私はそんな、あのー、すごいなってそういうお話をね聞いて思う方なので、まあ、そこまではね あのすごいことはできなかったんですけど小さい頃やっぱりねすごいなって思っていますそういうお話を聞くとですねでまあ,あの英語絵本の読み聞かせ、えー、できれば、えー、日本語の絵本ももちろんしっかり読みつつも英語の絵本も読み聞かせして、えー、英語の絵本と、まあ、お友達というか近しい存在になっているっていう のもまた一つの大事なところなんじゃないかなと思います。なので0歳から3歳でやるべきっていうのはたくさんの英語の音を聞くこと、えー、これはもうお母さんが好きな洋楽でももちろん OK ですし、えー、マザーグースのような子供用の音楽でも OK です。えー、かけ流すこと、えー、絵本のね、えー、リーディングの かけ流しとかででももちろん、OK、です。何でも OK なんですけど英語の音を聞くっていうところがまあ本質なのかなとでそれを0歳から3歳の間にいかにやってきたか、えー、毎日毎日そんな何時間もとかは言わないですけど、えー、気が向いたらやる気が向いたらやる忘れてなかったらやる、えー、思い出したらやるっていう感じで、えー、少しずつ英語の音の土台を、えー 体に溜めていくっていうことがすごく重要かなとでその重要を何回も言ってるんですけど、えー、なぜ大事かっていうとフォニックスとか、えー、絵本を読むっていう時にあのやっぱり読みやすくなる、うん、フォニックスも聞き取りやすい真似しやすい、えー、そこでまた差が出るのでぜひねやって 行くとといいいいいんじゃないかなか思いますはい、でじゃあ絵本の読み聞かせ、えー、日本語はねまあその日本語を読んでいけばいいんですけど英語に関してはちょっとハードルが高くなるっていうお母さんお父さん多いと思いますで、えーまあ、英語がお好きな方ももちろん多いですけど英語にちょっとした苦手意識をお持ちの方も多いですそれぐらい多いです で、えーまあ、その中に発音が気になる方っていうのは結構多いですね。私の発音で聞かせていいんだろうかって言われる方は結構いらっしゃいます。で、まあ、あのよく言われますし、私もそう思ってます。あの発音は、まあ、まずは気にしないで、とにかく読むっていう活動、読むっていうことをやっていくっていう方を、えー、先にやっていくっていうのが大事かなと。 でまずそうしてその行動をした後に少しずつ発音っていうのもいいいいいいいに向上させててくっていうのがいいんじゃないかなかと思います、はい、何でもかんでもあの最初からもう完璧にパーフェクトにして最初スタートライン切るっていうのはやっぱり難しいと思うのでまずできることから始めてみるっていうことですね。 絵本を英語で読むっていうのはあの、まあ、中学校、高校の中で皆さん英語に触れていると思いますから辞書を引いたり、まあ、今調べて発音を、ね、してくれるものもありますからあの読むこと自体はできるかなと思います。はい、そこに ハードルを感じるのは気持ちの面でのハードルなので、まずその行動をしてみる。そして発音をどうしていくかっていうところです。え今回はそれについてちょっとしっかり話をしていこうかなと思います。はい、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、えー、結論はですね、長い目で見て、 フォニックスまあ何でもいいんですけどフォニックスっていうものを使うと私はまあ割と簡単にえ矯正ができるかなと思っていて、えー、できればプロとか専門の方に、えー、矯正をしてもらうといいんじゃないかなと思います。で長い目で見てって書いたんですけどなんでかっていうとやっぱりですねあのもちろん お母さんたちが英語をベラベラ喋れなかったとしても、えー、英語を全くに、えー、日常の中で家庭の中で使わなかったとしても英語力っていうのはもちろん伸びてはいくんですが私はできれば特別感なく英語を子どもたちに触れて、えー、特別感なく 馴染んで英語っていうものを身につけてもらいたいって思っているのでできればお母さん方があのまあね何だろう自分も学ぼうっていう一緒にね歩むっていう感じのイメージで一緒にねこう切磋琢磨するといいかなと思っていて、えー、私ももちろん完璧な英語をベラベラ喋れるような通訳みたいな人間ではないですけどあのゆっくり お子さんとならゆっくりね、えー、話してみてもいいかなと思ってます。なので、えー、後々、多読の土台がしっかりしてきて、多読をずっと続けてで、その後に英作文を作るとか、英会話とか、そういう、まあ、結構先の話にはなるんですけど、その時に、 あのお母さんと英会話をゆっくりとでいいからやってみるっていうのはすごく大事かなともちろんこれをねオンライン英会話とかに預けてもいいと思うんですけどあのねオンライン英会話もちょっと慎重に選んでいかないと、えー、同じあの同じ挨拶をずっと繰り返してずっと回っていくみたいなねあのところもあるのであのしっかりこう見ていただけるようなその人を 一人をね、しっかり見ていただけるようなところにお願いするといいかなと思いますが、あのー、その前にね、その前の段階で、えー、お母さんがこういう感じでしゃべるんだよとか、しゃべっていったらいいのかなとか、まあ、おしゃべりの相手になる感じで、えー、や,やっていくときに、あのー、この発音っていうのが結構大事かなと。で ここに至るまでかなり時間かかるので、あの、0歳から3歳までの間にこの発音をね、少しずつでもいいのでお母さんが向上していたならば、えー、じゃあ、その英会話の相手をする頃っていうのはそうですね、わかんないですけど、うん、10歳とか、えー、12歳とか、まあ、小学校、高学年とか、中学校に入ってからとかであれば、 もうかなりね、5年以上は経つわけです。7年とかね、8年とか10年とか経つわけですね。なので、えーまあ、プロにお願いしなかったとしても、ここ下にあの書いてますけど、毎日ね、動画を見て言う、ね。これをするだけでもかなり効果があるんじゃないかと私は思ってまして、えー、このジョリーラーニング。 ですかねジョリーラーニング社が出している、えー、動画があるんですけどこれなんか見たことあるんじゃないでしょうかこれねあのアメリカ版とイングリッシュ版えっ、ー、とアメリカンとブリディッシュって書いてるんですけどえっ、ー、とまあ日本の方でもしこだわりがなき